昨日一昨日先ほどというか、まあ、先ほどはね、夕方から日本郵政っていうね、まあ、郵便局の、まあ、親玉だよね、まあ、そこの、不動産部の人たちに対しての一応、セミナーをさせてもらって、まあ、勉強会でね、だったかな、一応うちがやってる取り組んでるね、いわゆるその B 級、要するに一等地は誰でもね、何やってもうまくけど、じゃあ B 級立地でどうなんですかっていう話で、まあほら、セブンイレブンとかね、いろいろとこう郊外型のやつもやってたりするんで、まあ、それを一つね、参考にしていただきながら、まあ、今後ね、何か役に立てばいいなってことで、で一応ね、講演料は安いんだけどさ一応勉強会で、まあ、これご縁にね、何かつながればいいなってことでやらさせてもらったりさ、まあ、昨日一昨日は神奈川新聞社でね、午後から新春特別講演会ってのやって、で普通新春特別講演会だからさ、まあ、大体講演会って言うと、まあ、せいぜい1時間か1時間半じゃん。でいう話がいつもと同じさ3時間ねやるんで、まあ、とりあえず一応はですね、まあ、全般が不動産と関係ないね、なんだっけ、政治関係とかさ、まあ、これから動き出すその政策の関係とか、まあ、インフラの関係とかさ、まあ、そういう話をしてたんだよね。そしたらまあ全般でね、一人だけね、なんか不動産の話じゃないから帰りますになって帰っちゃったんだよ。で、ちょっとやばかったかなと思ったんだよね。で、まあ、後半からね、今度不動産のことをずっと入ってってさ、まあ、この人ね、早く帰っちゃってバカだなと思ったんだけど、まあ、そうも言えないけどね。でとりあえず後半からずっと喋ったんだよね。で最後にね、良かったのが神奈川新聞社主催だからさ、新聞見てね応募来る人じゃん。でこれうちの、ね、ホームページとかでやっちゃうとさ、神奈川新聞社の枠全部うちのお客さんになっちゃうんで、でうちはね、その神奈川新聞のさやつについては、まあ、うちのお客さんは紹介しないってルールでね、始めたんで、まあ、とりあえず来た人はさ全部、まあ、2人うちのお客さんいたけど、あとはね、60人全部別の人ですよ。でその人たちの中でやらせてもらってさ、実際この人たちどういう人かってさ、一応講演しながら顔色を伺ってるんだけど、ひょっとしてこの人どういう人かなとかさ、まあ、いろいろね見ながら、またほら最近はさ僕のやった講演をねそのままパクってさ、なんかやってる人たちいたりねするんだけども、要するにさ、どうもね、そういう無料のセミナーだと、まあ、無料のセミナーでさ、その、うちのね主催のセミナーだと大体こうね、来た途端になんとなくこの人怪しいなって分かるじゃないさ、ね、で、まあ、今度ね不動産とお金の話もさ、ちょっとね見て怪しい人はねちょっといらない方がいいなと思うんだよな。なんていうかと、そのままさなんかパクってるやついいんだよでそれがちょっと違うんじゃないかなと思うんだけど、で神奈川新聞社だからさ、要するに自分ね、うちの会社のね何度も来てる人だったらさ素性わかるけど、全く知らない人じゃん。でちょっとどうかなと思ってさいたわけで、すごいさ一生懸命メモしてんだよでこれ何するのかなとかさ、で気になりながらやってたんだけど、で結局さ最後ね3、4人名刺交換わざわざね来てくれて、で良かったなと思うのは、まあね、ある商工会議所、まあ、商工会議所実はね三浦商工会議所のさ人も来てて、ね、で太ってたからちょっと分かんなくてさ、で、ね、向こうから挨拶来たからあれと思ったら三浦商工会議所の宣伝部の人ですよ、ね、今も多分、宣伝部譲っちゃったんだけど、まあ、その人が勉強に来てくれたりさ、あとは違うエリアのね商工会議所の人も来てくれてて、でその人がね、いや僕ね毎月ね2回ね必ずセミナーに行くんですよ、いうわけ、まあ、ビルオーナーの人だ。でこの人がね あちこち行って、で一箇所はね毎月行くんだけど1回6万円取られるんだよっつってて、でその6万円のセミナーより今日のセミナーが良かったよとか言って、で今度いつやるのよみたいなさ、でまあねビルオーナーで金持ってる人だよな、で多分ね時間に余裕ある人だろうな、まあ、そういう人がさ来てくれたんで、まあまあこれは、ね、結構ね最終的に良かったかなと思うわけで、今度ね、まあ、不動産とかの話をやるのに、まあ、昨日は一応さ今度その前に今週のまた水曜日と、うん、木曜日にさうちの会社の、まあ、経営のスタンスと、あとは
三浦のね、いわゆるタウンマネジメントを見に来るってことで、あの、ね、これもまた日本全国からさ、あの不動産屋さん、まあ、アイデムっていうね、ところの主催でさやるんだけども、まあ、その人たちが来るじゃん。でそれで昨日それのさレジュメずっと作ってて、で今度さあのその後2月4日が不動産とお金の話じゃん。でレジュメ作る時間がね取れないんだよで今日も一日なんか知らないけど予定入ってんじゃん。でさあなんかあのねレジュメ作りながらさ、まあいろんな電話が来たりメールが来たりするじゃん。でさちょっとメールの人とか、まあ、昨日もあのなんか来週ね、予定、入れてくださいなんて言うから、いやもう全然2月の半ばまで無理ですよって言って、ね、上田さんの方に連絡してくれたんですさ、いう連絡を取ったりして、でね、1日がさ、ずーっと予定入っちゃうんだよ。で、最近俺、昼飯食わないじゃんさ、昼飯食わないけど、昼飯食わないからって昼にまた予定入れてくれるじゃん。でさ、まあ、夕方、ね、帰るだろう、そうすると今度はまた違う会議がまたね、三崎で始まるわけだよな。そうするとさ、もう大体1日もうね、要するに、もうおね、10分20分の、要するに予定も入らないくらいなっちゃってるわけで、今度セミナーもさ、ね、やっぱりクオリティ上げないといけないよね。でそうするとクオリティ上げるってことは何かっていうと、やっぱり準備が必要じゃんさ。で準備をして、でだからね、クオリティが上がるんだけど、ね、それを繰り返すことによって、まあ、リピーターたちがどんどん来るわけだよな。で、でそれでまた今度今日もね夕方から取材が入ってるわけだ。でね、今日も雪が降るかもしれないっていう中で、ご丁寧にね5時からかな取材なんだよ。で来るかどうかわかんないけども、まあ一応ね、取材するためにはネクタイぐらいしてこなきゃダメだって言ってさ、朝からまで準備してくるわけだよな。まあ、そういうようなことを考えると、要するにさ、毎日毎日ね、僕はいろんなところで影響を与えるっていうのがね、仕事だなと思ってるわけで、さ、毎日毎日時間を使ってるわけだよな。みんな時間使ってるわけで、みんな時間使いながらさ、でそれなりにいろんなところに影響を与えるためにさ今いるわけだよな。で今会社がだんだん大きくなってくるとさ、まあ、いろんな人たちがいろんな立場で、ね、いろんな影響を与えてるわけだよな。でその影響を与えるっていうのはいい影響なのか悪い影響なのかっていうことなんだ。でそうすると、例えば悪い影響を与える人たちっていうのは、ある意味でさ、どんどんね、要するに悪い影響が連鎖するじゃん。そうすると仕事が面白くなくなっちゃうわけでね、いい影響を与える人たちってのはなんかさ仕事が楽しくなるよな。でさ、同じ時間過ごしてるのになんでわざわざつまんない仕事の仕方するのかなっていう人がいるわけね。で、それはさ、やっぱね、自分が直さなきゃダメじゃん。いくら言ってもね直らない人いるわけで、それね、まあ過去においてもね、まあ、いくら言っても分かんない人はさ、もうしょうがない、やめてもらうしかないからね、っていうんで、まあ、結局やめてもらっちゃったことはあるよね。でさ、やめてもらうとさ、今度ね、また違う人たちが出てくるんだよな。で今はおかげさまでさ、なんとなくこうね、少しずつこうね、会社のレベルが上がってきてるから、そんなにね、なんていうかな、ひどい人たちいないけども、だけどね、問題はね、いい？毎日仕事していながら毎日人に影響を与えてるわけ、ね、朝挨拶、ね、会って顔を合わせて挨拶する。そうするとその挨拶でまた人に対して影響を与えるよね。で、ね、電話もそうだよね。電話取ります、はい、喋ります、ね、それも人に対して与える影響があるしね。あとはね、要するに事務と営業でさ、いや書類が届きません、ね、いつまで、いやそんなこといつまでやしょうがないから、もう掲示板に書きなさいよって言って、ね、掲示板に書くようになって、でだんだんそれが分かってくるようになると、何してんのこの人みたいなことになると、要するに、ね、その悪い影響を与える人たちが、ね、炙り出されてくるわけだよな。そうするとそれはさ、僕たちがやっぱね、ちゃんと、まあ、僕たちがマネージャークラスの人たちがちゃんとそれはね指導しなきゃダメで、マネージャーのやつがボーッと見ててさ、悪くなってんのにさ注意もしないしさ、もう言っても無駄だからさ、なっちゃうとこいつずーっとどん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 悪い影響与えちゃうわけだからね、一人一人ね、まず当たり前なんだけども、一人一人の人たちが影響を与えてるんだってことね、まあ、その意識を持って仕事に取り組んでもらいたいわけね。そうしないと要するに旗から見た時のさ影響だよな。それすごい重要だから、まあ、ぜひね、ね、毎日毎日さ、いい影響を与える努力をすればね、結局自分がいい形になってくるわけだ、ね、その理屈っていうのはさ、だんだん、ね、やった人じゃなくて分かんないわけ
ね、で、ね、悪い影響を与える人はさ、言ったことでストレスが自分が解消できてると思うけど、逆なんだ、ね、悪いこと言うと自分に悪いことが返ってくるわけ。これ自然の摂理だから、そこをよく理解して、毎日行動することが重要じゃないかなと思うな。まあそんなことで、ね、また今度、セミナー、ね、不動産とお金の話、これ2005年にやった話ですよ、ね、でそれをまたリニューアルしてねやるんだけどさ、まあ、あのおかげさまでさ、その2005年 に来たこの話を聞いた人たちが要するにもう法人格になっちゃってたりさ、で、あの資産がどんどん増えちゃったりね、事業がうまくいったりするわけ。それ簡単な話なんだけど、お金に対する物事の考え方が要するに、ちゃんとし、ね、あの教育されてる人とされてない人の生き方が違うってこと。だからまあ今回はね、まあ、このお金、不動産とお金の話ちょっとまたバージョンアップしてさやろうと思ってますので、まあ、ぜひね、楽しみにしてまいりたいと思います。以上。